皆さんこんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は岐阜県瑞穂市別府のレギュエリーにお邪魔します。モーニングは午前9時から午前11時30分、定休日は水曜日です。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな。目的地です。お店のインスタグラムにはパン屋ミュージアムって書いてありましたので、どんなパンが置いてあるのか少し気になりましたのでお邪魔しました。お店の入り口を入ったところにガラスのショーケースに様々な種類のパンがきれいに並べられています。よく見てみると中には売れてなくなってるパンもあるみたいです。ブリオッシュパンはバターと卵をたっぷりと配合したフランス発祥のリッチな菓子パンみたいですね。チキンカレーとクリームチーズパン、いいですね。美味しそうなパンばかり並んでいます。入り口の奥にイートインスペースがありますので、モーニングなど食事ができます。平日にお邪魔しましたが、イートインスペースはお客さんでにぎわっていました。テラス席もあるみたいです。すごく窓が大きいのでお店の中が明るく感じのいいお店ですね。モーニングサービスは2種類みたいです。1つ目はドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは、下から2段目のブレックファストモーニングと書いてあります。もう一方のモーニングサービスはビッグブレックファストオムレツと書いてあるドリンク代プラス料金のモーニングサービスの2種類です。消費税が外税でホットコーヒーが440円プラス44円で合計が484円です。私はドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスをお願いしましたので、モーニングはドリンク代のみの484円です。ここのお店はコーヒーフレッシュがつかないお店です。フレッシュを入れないのでコーヒー豆本来の酸味やうまさを楽しめるコーヒーみたいです。このモーニングセットがドリンク代のみで無料で提供されるモーニングです。さすがパン屋さんのモーニングは美味しそうなパンばかりですね。上から見るとこんな感じです。このモーニングには4種類のパンがついています。これからどんなモーニングセットなのか皆さんと一緒に詳しく見ていきます。画面を少し動かします。手前のパンの左端に四角い平べったいクリームみたいなものがありますが、バターです。次はパンですが、パンが4種類あります。手前の左にある薄茶色のものが塗ってあるパンと、その右の濃いグリーン色の中に豆みたいなものが入ったパン、そして次は後ろに行ってグリーン色のパンの後ろの白いパン、それからその左でパンの上に丸っこいものが乗ってるパンの4種類です。私はパンのことはあまり知りませんが、わかる範囲内で食べるときに説明します。よろしくお願いします。画面を少し動かします。さすがパン屋さんのモーニングは美味しそうなパンばかりですね。画面中央の手前はポテトサラダです。
ポテトサラダにごまドレッシングがかけてあります。ポテトサラダの上はサニーレタスです。大まかですが皆さんに見ていただきました。もう一度モーニング全体を上から見ていきます。さすがパン屋さんのモーニングは美味しそうなパンばかりですね。丸ごとじゃがいものごまドレッシングサラダです。じゃがいもを湯がいてごまドレッシングをかけたシンプルサラダ、じゃがごまドレサラダです。じゃがいもを塩茹でしてマヨネーズで食べたことはありますが、ごまドレッシングは初めてです。このサラダはサニーレタスだけだと思っていたらベビーリーフも混じっていました。何も考えていなかったらサニーレタスにベビーリーフが混じっていることに気がつかないで食べてしまうところでした。バターをトーストに塗ってる面はパリパリですが、裏はふわふわで柔らかいトーストです。パリパリふわふわの美味しい厚切りトーストです。こちらはバターが塗ってあり、表は甘いので砂糖が使ってあるみたいです。このパンも片面はパリパリ、裏はふわふわです。このパンには抹茶が使ってあります。パンの中に豆みたいなものが見えていますね。これはダイナゴンが使われています。ダイナゴンは電柱で刀を抜いても切腹しなくてもいいので、煮ても腹割れのしない大粒の小豆をダイナゴン小豆という名称で品種化されたものです。そしてダイナゴンと普通の小豆の大きな違いは、ダイナゴンは糖分が多いので味がしっかりしていて色ツヤがいいみたいです。このパンの上にはカスタードクリームが乗せてあって、その上にチョコが乗っています。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？今回は赤いコンテナのパン屋さんのモーニングでしたが、平日なのにお客さんが次から次へと見えてパンを買って帰られるお客さんだったり、イートインスペースで食べて行かれるお客さんで賑わっていました。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。